生懸命頑張ったんですね。一生懸命頑張ったんですね。毎日絵描いたんですか。理解したいと思うから子供を、だから一般的なお母さんは自分の子供だから、分かってるというところから入っちゃうよね、うちの子供こういう子だから、私は分からないから、一生懸命聞こうとする、尋ねる、尋ねることによって子供は逆に自信を持つのね、先生に教えてあげたすごくいいです、想像します。だからね、何が作用するかわかんない。それで現場が93、4か94歳のおばあちゃんとも付き合ってるわけだし、その人は認知症だけどね。認知症。だけどその人とはもうね、30年以上の付き合いで。付き合いで。それはね、そのいい時からね、今の認知症になった時まで今付き合って。で、今コロナだから1週間に1回しか。面会ができない、だけどお邪魔して、いろんな話をするんだけど、話はもう通じませんよだけど名前だけは音の響きで感じるんだって、その名前は懐かしいっていうことで、私はそれでもいいと思って、15分ぐらい、15分ぐらい、だから同じ話をね、懐かしいねって話を、同じ話行ったり来たり、でも時として涙ぐむ
間に1回ぐらい1週間に1回あで他のところはもう1週間に1回、うん、そこがやっぱり認知症なんだけど、うん、あのうちの親戚に当たる人もあるその人がでよその人を見ていて親戚の人が見えんということはないだろうと思って私は行くんだからね、うん、だけどその人も子供の時から知ってるからねいろんな方あだからすごく喜んでくれるけどね、うん、世話になる世話になるって喜んでくれるけど、うん、お食事をちょっと作りに大したものは用作らんけど、うん、で同じに食事して、うん、ちょっとおしゃべりして戻ってくるんだけどね、うん、だからそういう人が 2,3 軒あるのだから、うん、あ寂しい島がないですね。そうですいいことじゃないですか。だからね、うん、あのだけどやっぱり気がかりでね、うんうん、それなりにだから去年もう去年になるかな98歳の人もいるんだけどね、うん、その人も知らない人だよ、うん、その人は縁もゆかりもない人なんだけど、うん、7年ぐらいの付き合いがあったかな。7年でお一人生活で、うん、ご親戚もなくで、うん、それでいろんなことがあってその時ちょっとお家の草見知りしたりとかしながらのお付き合いの中 で、うん、でどっか施設に入ったりして、うんうん、でなんか手伝えることがね多少でもあったらなと思って、うん、でちょっと手伝って、うん、だけどその全くねご親戚もあの子供もいないという人は初めてだったから、うん、また違うんですよ一人でも。うん、そういう生活をある程度頭がしっかりしてやっていく人はまた違うの、うん、あの認知症になれば助かることもあるんですよ、うん、精神的に。だけど頭が冴えてるということは、うん、世話になってても、うん、やっぱりねなんだろうプライドは、まあ、認知症の人でもプライドはあるんだけど、うん、そういう人は余計にね、うん、いろいろ自分の体が動かなくても誰かがやってる行為が目につくの、うん、そうするとあの人はきちっと掃除をしないとか、うん、そういうのが見えちゃう頭が冴えてると、うん、だから私自分の母親が認知症になった時に思ったのは、うん、こちらも時として言い過ぎるでしょう、うん、でそれを認知症だと忘れる母親が、うん、ほんと私が助かる、うん、ね、2分1分か2分じゃなくて忘れてるわけですよ、うん、だから認知症というのはね、まんざら悪いことばっかじゃない、うん、だからそれをそうやってやってるうちに自分が感じたことなんだけどね、うん、だけどねまあいろいろだね、うん、その去年亡くなった93か4だったの、うん、93年96か、うん、それでどれぐらいの年齢だったけどね96、うん、98うん、その人もある時そういったようなあなたには、うん、もう何も返すべきものがない、うん、言葉でもあれできないし、うん、何かをあれすると言ってもそれはできないけど、うん、私が死んだらあなたを守ってあげるからねそれが私にとってもそれぐらいしか返しができない、うん、だけどその時はしたらアホなんてそう言っとったんだけどよくよく考えたらね、またもう他人でしょ、うん、だからそれまで思ってくれるというのはすごくありがたかった、うん、これ思ってる心が、うんうん、優しいことね、うん、その一瞬でもね、うん、一瞬でもこれを持てる、考えるができることが、それを考えてくれる、うん、すごく幸せなこと、うん、だからそれから亡くなる4ヶ月ぐらい前に、はい、私がたまたまあの人が死にたい死にたいって言って、おばさん下手をすると、うん、おばさんは私のために生きてるかもしれないそうしたらまた偉く怒られてね、うん、あんたがそんなふうに思っとってくれるのは本当嬉しいって、うん、嬉しい、うん、でそんな感謝の言葉を言ったりね、うんうん、だから亡くなっていろいろ思い出すとね、うん、あいいお付き合いだったなと、うんうんうん、あの一番初めの途中はねギクシャクしてちょっと喧嘩ごとになったんですけど、うんうん、だけどそれがやれたことによってお互いに裸になる、うんうん、それまではちょっとね私もなんとなくいいことやっとるような気分もあったと思うし、うんうん、で向こうの方がね信じとるような信じられないような他人だしね、うんうん、でそういうことも
お母さんが、あんたそんな風に私のことを思ってたんだっていうことを、嬉しいね。でそれがケーキで、非常にその後はスムーズにいった、だから人は本音で行けば長く付き合えるけど、やっぱり格好をつけたりいろんなことしてたら長い付き合いはできない。そうそうそう、だからそれが、そういうことに気づいたのも A なの。あ、A なのね。だから、A はやっぱり私にとっては自分の精神だから、絶対許せないんだから映画好きなんだから、映画絵描くときは幸せですね、だから一番自分にとって大切なものだ、だからこの気持ちを、そういうのに換算して何かに、違った意味でね、されるというのはちょっとね許しがたいと思います、なのでまあプロではないかもしれんけど違うかもしれん。それでも絵は好きで、楽しく描けばいいと思います。この状態があるということだけで、十分それ以上に、自分に幸せで、これで、これでこうやってやっていける現実、十分幸せ、これ以上で何か身につけるとそれに似合ったものが欲しくなる人間ってそういうもんです、そうです、だからそういう風だと私は思ってるから、危険なところには近づかない、まあ、それが唯一自分 の、 正直な生き方、いいじゃないですか、で周りもねそれをね、結局助けてくれたと思うんだよね、私の無骨な生き方をね、でそれが、で自分だけでそんなことを身勝手なことに生き方したってできないから、だからやっぱりそれを何とかね、何か知らない形でみんな助けてくれてた、これもそうだけどね、それなかったらやっぱり先立つものがいますもん、はっきり言って、だからそれの影なり日なたりなり誰かがフォローしてくれてるもんだから、私の今のこの言い分は通るんだけど、それがなかったらやっぱり生活のためだもんね、みんな生きていくため、生活を生きていくための、だからそれを曲げるってことはどうしてもあるわね、生きていくために、だけどそれをやらなくて、住む状態にさせてくれてる私の周りの人に感謝しなくていいじゃないですか、周りいろんないい人がおるから、そうなんだ、そういう関係が私にはある、だからこのことの私がいい人だから周りがしてくれることだから、いい人が集まることだからね、いい人に、いい人だからいい人が集まる、お金より心の幸せになることだから、これが一番大きいことじゃないですか、周りなりにもね、できるんだから、それ以上のことを思ったらいかんでないから、だってね、何事もだけど少し足らないのがいいと思ってる、私はね、足らないことが足らないとちょっと考えれるでしょ、人は考えない、そうお茶になってね、残念だけど、だからちょっとだけ足らないと、周りのこと考えれる、お金でも工夫したくなるもんね、そうですね、頭使うようになるね、普通にやっていければ、いいかってことなのもね、そうですねそれは、そういう風に、やっていきたいなと思って、そうですね。